さんの天海祐希と二人旅。実は谷村さん、その前日からロケ班のために京都へ乗り込んでいました。相手をよく知るのが旅の鉄則。天海祐希の全て、この本の中に書いてあるんですけども、大体インプットできましたから。だから天海祐希、宝塚の73期好み、大体分かりました。その好み通りに行くんでしょうか。夕食の舞台は大井川に浮かぶこちら屋形船。ここで吉兆のお料理をいただく。うそ。というのがちょっと今回の必殺技なんです。すごいです。本当ですか。まさに風流の極み。絶景を楽しみながら日本一の料理をいただく。左側、もう一層の屋形船には最高の食材と調理道具一式が積み込まれているのです。いかがですか天海さん。すごいです。びっくりしました。この日のために腕を振るうのは吉兆2代目の若旦那徳岡さん。作るのは京都の秋の味覚をすべて盛り込んだ特別メニュー。おお、来るぞ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 。きれい、きれいです。落としたら責任重大ですよ。そうまずは季節の色と香りを楽しむ八寸。はい、取ります。何の子だろうね。失礼します。はい、何だろう。本当にこれハモの子です。ハモの子。他にもサンマの旨煮や新レンコンなど素材を生かした一品がずらり。これあのバカラさんで、まあ、作ってもらったんだそうです。バカラ、そんなバカラみたいなね、大阪風な。さあ、すみません。ちょっとじゃあちょっと失礼して。来ましたね。来ましたね。すいません、ちょっとなんか、はい、あの来てると余計に。もう一回ぐらい失礼してもいいんじゃないかと思います。はい。冷酒はなんていうお酒なんですか。吉兆帝王。帝王。はい。帝王。すごい切れがいい。切れがいいってこういうこと言うんですね。そしてこの和紙の下に極めつけの贅沢が隠れているのです。風で飛んだ。飛んでしまいました。出てしまいました。風で。これぞ京都の秋。そう、泣く子も黙る焼き松茸。日本人ってなんで松茸が好きなのね。香ってる。って感じですね。もう。これ椎茸じゃないですよね。こんなに大きい立派なものを見たのは生まれて初めて。ものを見たのが、はい。ちょっと今ツボ入りました。はい、すいません。足りてますか。はい、大丈夫です。足りてます。こういうのはあんまり見たことないですか、天海さん。これすいません、失礼します。クリクリはちょっとツボに入ってきましたね。はい、ハマったな、ツボに。もうね、お箸がこういっただけのお菓子。ちょっと待ってください。年頃もうずいぶん前に過ぎました。天海さん、酔いが回ってきたみたいですね。そう、女性がね、こうほんのりと赤くなるのいいですね。ほんのりどころじゃない。ほんと、カジバの金時みたいになってしまったね。続く一品は新鮮なアワビのしゃぶしゃぶ。そして鴨売りを姿蒸しにし器に見立てたうなぎけんちん。はい、どうも。うわー、来ました。じゃーん、次は何でしょう。開けてみましょうか。二人だけの宴もいよいよクライマックス。いいですか。あ、栗。栗だ。仕上げは最高級の栗とご飯をカツオの出汁で炊き上げた絶品の栗ご飯。すごいいい香りしてます、うん、もうこの野郎ですね。このご飯のツヤ、
先に一口いかせていただきました。なんという香りでしょうね、うん、ご飯が甘いですね。甘いんだ。そしてもう一つ大きな仕掛けが待っているんです。あのいい、うん、あのシンガーの人って僕はペリコも好きだし、あのイブモンタンが一番好きなのね。イブモンタンとか見てるとなんてことないラブソングを、例えば彼が60歳で歌ってるということに、60歳の彼が歌ってるさりげないラブソングっていうことにやっぱりすごい感動するんだよね。だから40歳、さすが谷村さん、ラブソングの話で彼女の気持ちを高揚させるなんて。歌い方するじゃない、はい、ところが分かってよって絶対言わない、そんなこと言わないみたいな。二人の距離はぐーっと狭まったご様子、かなりいい感じです。いいなって何かを分かってよ、うん、自分はこういう思いでやってるのよっていう、うん、はあ、分かりますね。だからこう自分の思いが強い頃って相手にやっぱり攻撃の視線がいってるかも分かんない。今日のプレゼント、やだもう。静かに波打つ川面に響き渡る透き通った笛の音、まさに雅の曲地です。実は谷村さん、笛の名手小万姉さんにお願いしてもう一層笛の演奏用の屋形船を手配していたのです。天海祐希、夕暮れの嵐山にてついに涙。旅のもてなしはイマジネーションと行動力が大事。嵐山の大自然の中に2人だけの劇的な空間を作り出した谷村演出、まさに見事の一期につきます。小万姉さんがフェノメーションをわざわざ来てくださって綺麗だね。もうびっくりした。なんか染み通るような音ですよ ね、 そうだね。何が水面の上ってまたね、ヒューって染み通る。何が悲しいわけじゃないんだけど、なんて綺麗なんだろうとか思ったら、なんか泣けてきちゃいますよね。感動の涙まで流した屋形船での夕食、天海さんいかがでしたか。あまり深く今涙さえ浮かべてしまいました。これで1日目だっていうのにどうしたもんでしょうね。もうさっきのマイナス3点なんてどっか行きました。バッチリじゃないでしょうか。彼女がこっち向いてて後ろ側からちゃんと、ね、笛の音色が来る。あれどうしたの。ふっグーでしたね、はい、ありがとうございました。京都の街に夜の帳が落ちると、二人は古式ゆかしき東山へ。さあ谷村さん、今度はどんな作戦で行くんでしょうか。行くあたりが二年坂から三年坂、二年坂から三年坂、桜森の、桜森の歌ですね、はい、になりました。はあ、ここの石畳いいよ、石畳素敵ですよ ね、 ね。この後二人は谷村さんの秘密の隠れ家へ。